えー、旅行の楽しみ方や良さを教えてください目的があれば遠出できるのですがなんとなく遠くに行くというのがよくわかりません私は気分転換が下手で失敗を引きずりやすいので旅行の楽しみ方がわかればそれさんにつながるのではないかと思いお伺いしました多分向いてません旅行の楽しさってあの不確定要素でトラブルに遭うことなんですよね まああの僕の場合だけかもしれないですけど、その言葉の通じない国に行って、うわ、言葉通じねえとか、で、うわ、どのバス乗ったら目的地いいのかわかんねえとかっていう時に、マジ困ったわっていう困る状況が楽しいと僕は思うんですよ。 で、なんかそこら辺の人に片言で話しかけて、なんかこれ乗ればいいんだよって言われて乗ってみたら全然違うとか言って、あちゃ全然違うじゃんみたいな、っていうのが面白いって思うタイプの人は外国旅行って楽しいんですよ。ただなんかそれで不安を感じてストレスですっていうのであれば、なんかその日本人の添乗員さんがいるパック旅行みたいなのをやればいいんじゃないかなと思います。なので、あの不安を引きずりやすいタイプの人は海外旅行向,向いてないんじゃないかなと思います。僕その、旅行に関してはプロなんですよ。 <laughs> あの、今頭のおかしなことみたいなこと言ってますけど、あの、割とそのなんかいっぱい旅行してる人とかが、あの、その旅行に関しては詳しいとか、プロの旅行者みたいなこと言う人がいるんですけど、所詮、あの、皆さんアマチュアなんですよ。で、僕はあの、総合旅行管理責任者資格っていう、あの、 旅行代理店の資格のうちの難しい方と簡単な方があるんですけど、難しい方を持ってるんですよ。 要はあの、簡単の方は、その国内旅行の,あの代理店を作る資格なんですけど、僕その、海外旅行もできる代理店を作れる資格があるので、旅行に関して行くと、ガチでプロなんですよ <laughs>。要はあの、お前ら素人とは違って、その、あの、じゃあ旅行に関しての法律だったりとか、その、あの、じゃあ日本の中でその、電車賃をどうやって計算するかとかも一応あの試験超えてるんですよ <laughs>。なので、で、これ役に立たないかっていうと、 あの、ライターとしてガジェット通信で、あの、ライターをしてたんですけど、なんか観光庁からお金をもらって、そのなんかタダで旅行して記事を書くみたいな時とかになると、あの、割とその僕採用される率高いんですよ。だってプロだからみたいな。 あえっとね、国内旅行業も取扱い管理者っていうのがその国内用で僕がやってるのはあの海外の方なのでえっと40代です日本人は海外旅行に行く人と行かない人の差は極端な気がします両者の違いは何でしょうかお金があるかどうか私も含め友人には東南アジアの弾丸で行ったりハワイ大好き人間より一方で全く海外に行かない人がいます私のおか所得はあんまり関係ないようですちなみに日本人のパスポート受理率は25%ですえっと海外に行ったりとか面白いことがあったらそこに手を出すような友達が好きなんだと思います なので多分東京とかその都市圏に住んでらっしゃる人だと思うんですよね。なので都市に住んでる人って、例えば栃木県とか群馬県とかじゃなくて、なんか東京の方が刺激多いんじゃねって東京に来ちゃうとか、東京の大学に来ちゃうとかね。なんか大阪面白いんじゃねみたいな。っていう感じで都会に住んでる人ってまず面白そうなとこに行きたくなるっていう性格の人が都会に集まるんですよ。なので都会の人の友達っていうのだと面白いところに行きがちな人が多いと。っていうところがあるので周りに海外に行く率が高くなってしまうというのがあります。でも その東京と北区赤羽みたいな昔からある東京の下町の場合って別に生まれた時から北川赤羽住民なので別に面白いことがあるから東京にいるわけじゃなくてずっと東京で楽しく暮らしてますっていう人たちもいてでそういう人たちは海外に行きたいっていうのはそんなに多くないと思います。 僕の地元の知り合いで海外住んだみたいな話とかはあんま聞かないのでなのでそういう意味でいくと東京の大学とか地方から多くが来るような大学とかで知り合った人とかが多い人は海外行く率高いんじゃないかなと思いますおすすめの海外旅行先とその理由を教えてください年齢によるんですけど若い人には僕はインドをおすすめしてますうん人間の命が軽いからかな理由としては <laughs> まあすごいルルールが だろうな法律をきちんと守ろうみたいなのって法律をみんなが知ってないといけないんですけど法律を知るためにはなんか学校に行ったりとかこういうルールがありますよみたいなのを教えてくれるメディアテレビだったりラジオだったりとかかその法律を教えてくれるメディアに触れなきゃいけないんですけどインド人家にテレビもねえしラジオもねえしみたいなそんな人が結構多いので割とそのモラルというか道徳的な宗教的な概念っていうのがまあそのままルールとして適用されていて。 でその中でこうみんなダラダラと暮らしているので、ね、税金払うとかっていうのはそもそも想定してませんみたいな人もいたりするんですけどでもその家もないですみたいな人とかねでもそれでもこう今もう何億人いるの12億人とか言われてるのなんか7億人とか12億人とか言われてるインド人がまあ暮らしてたりするのでそういう意味ではなかなか面白い組織だなと思ってます。